Luna. Thank you.
何もないの。何もないと。どこでもいい。ピンクに色のはずなのかと思うけど、あとそれと青。どこでも行ってくの鳥は。虫もどこでも行く。人は。二番か四番ね。ピンクもどっちから見てもどっちから見ても2番目か4番目しかないあ、いると思うな。逆なんか逆開いてない入ってるとこ？だっけ？俺も植物だから2番目違う違う俺も植物人は？人逆にはできないから上から見るの。人。
あれ？虫、魚、植物、鳥か。じゃあ人、魚、植物、人、鳥、植物、虫、魚。あれ？と植物、魚、人、植物、魚、人、植物、魚、え、このままだ。魚じゃないの？人、植物、鳥、鳥、人、植物、魚と虫。え？っていうところで考えると、この人の青は2番目と読まないから、4番目は動かせない。虫が。2しかないんだけど、そう考えると、ピンクも 2しかない。2か4、4。作戦にしてみても、これは2しかない。魚で4もダメだよ。人は2もダメってことは、人は何どこに行くよなるから、空いてるとこじゃないんだよなって思ってるんだけど、魚植物、人、魚植物、人、直せるのか。
Gracias.
んな話一体何の意味があるって言うんだ。ただの演出じゃない？きっと意味なんてないのよ。そうかな。さて、それではゲームを始めるとしよう。ルールはこうだ。君たちが豚の鼻から取り出した3本の注射器、その中にはラジカル6と呼ばれるウイルスが充填されている。ラジカル6？そのウイルスには感染者の自殺衝動を喚起するという特殊な作用がある。感染した場合、早ければ10分、遅くとも2日以内には発症し、宿主の中に抑えがたい自殺衝動を芽生えさせる。致死率は約 75%。 飛沫感染し、感染力も極めて強い。ところで、君たちは室内を探索しているときに一つの資料を見つけたと思う。 FBR、 ファナティックバイオワールというウイルスに関する資料だ。そのウイルスの致死率は 100%。 感染すれば全身から血を流して確実に死に至る。これら2つのウイルス、ラジカル6と FBR は互いに敵対関係にある。もしも仮にラジカル6に感染したとしても、 FBR を投与すれば両者は相殺されて死滅し、無害なものとなる。逆もしかり、もしも仮に FBR に感染したとしても、ラジカル6を投与すれば同じく両者は相殺されて人体には何の影響も及ぼさない。片方だけだと得だけど、もう片方も摂取したらそれが解毒薬みたいになるってことか。さて、ここで君たちに重要な情報を伝えよう。私は未来のことを知っている。ある種の予知能力者だ。何言ってんだこいつ。もし私がこれから君たちはラジカル6を注射するというビジョンを見ていたら、私はあらかじめその部屋の指紋認証装置に FBR の塗られた針を仕込んでおいた。つまりその場合、君たちはすでに FBR に感染していることになる。指紋認証装置って、そういえばさっきあの機械に触れた時、指先にチクッとした痛みが。あの時に毒針を刺されたっていうのか。逆にもし私が、君たちはラジカル6を注射しないというビジョンを見ていたとしたら、私は装置の針には何も塗っておかなかった。その場合、君たちは FBR に感染していないことになる。どういうことだ？もう一度説明しよう。これから君たちがラジカル6を注射するなら、君たちはすでに FBR に感染している。君たちがラジカル6を注射しなければ、君たちは FBR には感染していない。つまりいずれにせよ、君たちは助かる。心配することは何もない。さあ、どうする？ラジカル6を打つか打たないか、じっくりと考えるといい。もっとも、君たちがどちらを選ぶのか、私はすでに知っている。